エルトマンハウゼンはドイツビュルテンベルク州ルートビヒスブルク郡に属す町村である。この町はシュトゥットガルト地域及びシュトゥットガルト大都市圏に含まれる。エルトマンハウゼンはネッカー川とムル川との間郡庁所在地ルートビヒスブルクから東に約 10km のネッカー盆地に位置している。リーリングスハウゼンに近いハルトバルト内の無人の飛び地は シュバーベンフランケンの森に属す。わずか1キロメートルの場所に、シラート市マールバッハームネッカーがある。この他の隣接市町村は、アファルターバッハ、キルヒベルクアンデアムル、マールバッハのリーリングスハウゼン地区、シュタインハイムアンデアムルがある。自治体としてのエルトマンハウゼンに属すのは、主流のエルトマンハウゼンと、ハウス仏名レとやや離れたエグロルフス方面。 イネレスヘフレ、オイセレスヘフレ、バイカースハウゼンといった集落がある。州統計局の2018年現在のデータによる。1686年のアンドレアス・キーザーによる森林大帳に描かれたエルトマンハウゼン。エルトマンハウゼンは、ルートビヒ経ケ験ケ王がこの集落を、ムルハルト修道院に寄進した816年に、初めて記録されている。14世紀から、 ビュルテンベルク博がこの集落の一部を獲得し、1425年までには集落全域がビュルテンベルク博領に属した。この頃エルトマンハウゼンはアムトマールバッハ、その後オーバーアムトマールバッハに属していた。エルトマンハウゼンは1534年に福音主義に転向した。三十年戦争では1626年に軍隊がエルトマンハウゼンに侵入し、 253人が死亡した。1644年に牧師館が消失し、1655年には最盛期には95棟あった建物のうち13棟が残るだけであり、かつて630人いた人口は89人に減ったままであった。プファルツ継承戦争では4棟のナヤと発見の家屋が消失し、全住民が略奪に耐えた。 1938年の行政改革により、この町は新設された、ルートビヒスブルク軍に属すこととなった。第二次世界大戦で、エルトマンハウゼンは何度も爆撃を受けた。最初の低空飛行による走者では1945年4月7日で、二人が死亡し、ビーゲル地区の多くの建物が被害を受けた。4月半ばに武装親衛隊の工兵隊が芝居す。 橋を爆破し、アメリカ兵が砲撃により、駅を破壊した。これにより、住民一人が死亡した。4月21日、ドイツ国防軍が撤退した、この街をアメリカ軍が占領した。1963年にこの街の農地整理が始まった。1974年始め、住民の90%がマールバッハへの合併に反対し、 この町の独立が守られた。2007年2回目の中心部再開発が始まった。エルトマンハウゼンは2016年2200年祭を祝った。以下に各時点の長域における人口を示す。数値は人口調査結果、またはバーデン・ビュルテンベルク州統計局の公的研究結果による。数値はこの町を主たる住所とする人口である。 宗教改革以降、エルトマンハウゼンは福音主義の町である。町内には福音主義教会がある。ローマイコールカトリック信者はマールバッハアムネッカーの教会が管轄している。福音主義イコールメソジスト教会は、1866年に設立されたゲザムと別力スマールバッハの一部として、この町で活動しており、集会所を有している。 1932年から新首都協会もエルトマンハウゼンで活動している。エルトマンハウゼンの町議会は14議席からなる。議会には選挙で選出されたこの名誉職の議員と議長を務める町長,長が参加する。町長,長は町議会において投票権を有している。ビルギット・ハネマンは2012年3月11日の選挙で当時現職のルッツ・シュバーゲルトを破って町長,長に 選出された。ビルギットは2012年6月1日から町長職についている。バーデンビュルテンベルク州では主張は8年ごとに選出される。ズ柄ガラ、長部は金字に黒い鹿の角。主部は青字に、カタンから突き出した左向きに曲がった金の修道院長図へ。町の旗は青から木である。紋章と旗は百五十四年十月十八日に。 認可された。修道院長杖は、長年この村を治めたムルハルト修道院を表している。鹿の角は、その後ビュルテンベルクに属していたことを象徴している。ヤヌアリウス教会ブレーツェル博物館、ヤヌアリウス教会は、中世に起源を持つ、この町の象徴的建造物である。エルトマンハウゼンには2016年から、ブレーツェル博物館がある。エルトマンハウゼンは、 ビュルテンベルクワイン地区のビュルテンベルクウンターラント地域、シャルクシュタイン大地区に属すワインの町である。かつてエルトマンハウゼンの経済は、その大部分を採石と農業によっていた。採石場が閉鎖されて以後、エルトマンハウゼンは、様々な分野の企業が存在する町として発展した。地元企業、エルトマンハウゼン駅、エルトマンハウゼンは、鉄道バックナングルートビヒスブルク線によって、 全国的な鉄道に接続している。2012年12月8日に、シュトットガルト S バーン S4 号、シュトットガルトマールバッハ線がバックナングまで延伸したことにより、この街は、シュトットガルト S バーンにも接続した。それ以前からマールバッハバックナングを通勤電車が運行していた。エルトマンハウゼンには、ウルトラライトプレーン用の民間飛行場がある。この飛行場は、 わずかな住民が離着陸に利用するだけである。この飛行場は、エルトマンハウゼンの南、レムベルクの北の移住によって形成された空き地にあり、長さ300メートルの滑走路を有している。軍立クレーブラッド養護ホームの老人、介護ホームがある。エルトマンハウゼンには、幼稚園4園と、基礎家庭学校アストリートリンシューレがある。それより、 上級の学校はいずれも隣町のマールバッハームネッカーにある。この町の電力網とガス網はスーアグエネルギーエジーの子会社であるシナ、GMBH が運営している。上水道は州の水供給システムによっている。変電ミューレ汚水処理目的連合はマールバッハ、シュタインハイム、ムル、グロースボットバール、ベニンゲンの排水浄化を担当している。人海処理は ルートビヒスブルク軍の100%子会社のルートビヒスブルク軍人海処理会社が行っている。エイビルはルートビヒスブルク軍の委託を受けてゴミの削減、再利用、廃棄といった処理を行っている。ありがとうございます。